Hello there! 始まりました。マセチャンネルです。今回はですね、第239回 TOEIC L&R ですね、公開テストですね、受けてきましたので、それの感想を述べたいと思います。まず最初に知っておいてもらいたいのがあるんですけど、で僕が受けてるフォームと、もしかしたら視聴者のですね、皆さんと受けたフォームっていうのは別のフォームの可能性がありますので、TOEIC って複数のフォームがあるので、ね、多分3種類以上あることが多いと思うんですね。で、共通する問題もあるんですけど、違う問題が、かなり多いので、もし違うフォームを受けた方はですね、違うフォームの話をしてるんだというふうに思ってください。まずパート1ですね。パート1は非常に優しかったですね。今回は随分優しいなと思いましたね。難しい問題ではなかったです。パート2ですね。まあ、変化球っていうものですね。直接的に答えないで、ちょっと遠回しに答えるやつですね。それができれば、普通というか、難しくはなかったかな、今回はと思います。ただし、自分自身ね、昨日の、YouTube の撮影のこととか途中考えてて、ですね、2個も聞き逃してしまったので、なんてこったっていう感じですけども、前半部分に随分、直球が多かったですね。なんで、ああ、これ後半はですね、変化球がいっぱい出てくるな、思ったんですけど、まあそこまで難しい変化球はなかったかなと思います。パート3ですね。パート3を、いつもと変わらないかなって感じでしたけど、ちょこっとですね、最後の方にですね、グラフィックがついてるですね、グラフィック問題のところで、ですね、すんなり答えが出ないのがありましたね。いつもだったらすぐにヒントが出てすぐに答えが出せるってやつだったんですけど、その最初に出てきたヒントを使っちゃうと間違っちゃうってやつでしたね。なのでちょこっとですね、会話をきちんと聞いてないと間違えちゃうってやつでした。パー4ですね。パー4もまあ同じ、ような感じですね。いつもより難しくはなかったと思います。で、全体としてはそういった形で難しくはなかったんですけど、ただし、ナレーターがですね、今、過渡期というかいっぱいいるんですよ。前のナレーターと今のナレーターですね。で、リサイクルされるんですね、取って問題が。なんで、前の問題だった人は昔のナレーター。で、今の問題には新たなナレーターがいるので、かなりごちゃ混ぜで、いろんな人が喋ってましたね。なんで、これにちょっと苦労した人もいるんじゃないかなと思いました。はい。続いて、パート5ですね。いわゆるリーディングなんですけど、いや、ナオメのやつですね、4択の。いや、これはいつもより難しかったかなと思いますね。1問間違ったなと思って、いや、わかんないんですよ、1問。だから文法上は正しい。意味で考えても正しい。でも、こういった表現はあまり使わないよっていうですね、引っ掛けでした。いや、知ってたんですけどね、そのよく使われるやつが正解でした。でもね、その文法で考えると、どっちも入るじゃんっていう問題だったんで、いや、こっちが入るんだったら、まあこれも入るし、まあ一応変えるかって言ってですね、変えちゃったら罰でした。残念ですね。続いてパート6。だから全体的にはそこまで難しいかなと思いましたけど、やっぱちょっと文構造分かってないといけない問題っていうのがちょっと、難しめだったかな、今回はと思います。続いてパート6ですね。パート6は全体的にはちょこっと難しいですね。普通と言うんですけど、全体的にはちょっと難しいなと思いますね。で、理由としては、文脈問題が随分多かったというか、文脈問題のレベルがちょっと高かったですね。文脈で判断して未来のことなのか過去のことなのか判断するとか、文脈で判断して正しい名詞を選ぶ問題とかですね、がちょこっとレベルが高かったですね。文挿入問題はですね、この間受けた時よりは優しかったなって感じですね。で、全体としてすごく難しくはなかったですけども、ちょっと文脈問題が難しめに作られたかなっていう感じです。パート7ですね。パート7は慣れてない人には大変だったと思いますが、自分からすると今回は随分楽だったなっていう印象ですね。きちんと、答えのヒント、散りばめられてる答えのヒントをですね、見つけて照らし合わせることができれば簡単に答えが出るものが多かったですね。ダブルパッセージもトリプルパッセージも簡単に答えが出るものが多かったですね。悩んだ問題は1個もなかったかな、ですね。だから全体的には15分余りいましたね。なんで、優しめだったかと思いますね。でも、ちょっとね、非常にかなりレベルの高い語彙を知らないと、間違っちゃうっていう問題もあったんですけど、それでも消去法で解けるんじゃないかなっていう感じだったんで、全体的には、取りやすかったかな。そのパート5の1問の激ムズ問題を除いては、簡単に解けたんじゃないかなって思います。はい、これが、今回の1239回の感想になります。はい、受けた皆様お疲れ様でした。これからもですね、トリックについて
ていろいろと、動画上げていきますので、ぜひぜひですね、見ていただければと思います。また4月のですね、29でしたっけ、忘れちゃいましたけど、には、セミナーもありますので、そこでもですね、いろいろと話はする予定になっていますので、ですね、ぜひ、ご興味ありましたら、ね、4月29日ですね、池袋でセミナーやりますので、そちらに来ていただければなと思います。はい。で、トイックの過去問ですね、使ってやりますので、はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.